はい、静岡県富士宮市の高橋メイクペント代表の高橋です。今日は静岡県葵区の現場、下請け現場ですけど、仕上げ作業に行ってきます。今日1日で仕上がればいいんですけど、仕上がらなかった場合はそうですね、どこの現場2日ぐらいかけてね、仕上げていきますけど、そんな様子を今日はやっていきたいと思います。まあ下請け現場なのでね、納期日っていうのはね、すごくやっぱり私はね、大事にしている、しています。ちょっと雨が続いて納期がね、伸びてしまいそうなんだけど、そこはね、下請け業者としてね、しっかり足場が外す日程がもう決まってますのでね、そこはちゃんと守っていくことが元請けさんに対するね、信用問題でなりますので、そこはね、私が一番注意しているところです。で、少しね、先日雨が続いてしまって、納期間に合うか間に合わないかちょっとギリギリになってきましたので、今回私と同級生の同業者の応援をね、一人来てもらうことにしております。はい、それでは今回は仕上げ作業っていう、ね、動画を、ね、やっていきたいと思います。それではよろしくお願いします。おはようございます。お願いします。テンション低く、僕あの玄関の角波やってる。シンナーは持った？で、荒井シンナーも持った？ウエスも綺麗なの用意して。来てもらっています。お願いします。はい、今日はね、仕上げってことで、はい、みんなで頑張りたいと思います。いいですね、これね、やっぱね、これ持ってやすいですね。この時期はあんま履かない方がいいかもしれない、蒸れちゃう。じゃあ本当にあれ、真夏になると履かないですね。あんま履かない、履かないですね。希釈は何パー？希釈は5パー、3パーから5パーぐらいです。これの行き方でやってみて、もう下げる2本かけるローラー、何ですか今回は。8よいしょ、飾りですね。飾りです。大体ですか、やっぱり普段も細かいとこやっぱハケ2本持って、そうですね、やってるんですか ね。これいくつあるですか、全部で。3、4、5、6個。これ1個目ってことで、これ6個やるんですね。はい、じゃあまたお願いします。はい、お願いします。はい、こっちは3代目。今お前何、どこ、何やってる？切り置け。切り置け天板？テンション低く。はい、仕上げ作業できてるんですけど、玄関ひさしの屋根をやり忘れてまして、みんな仕上げ作業に入ってるんですけど、錆止め塗ってやっていきたいと思います。忘れてました。はい、今ね、けれんして仕上げてきます。あ、ヘルメットかぶってない？ヘルメットかぶってない？脱いだんですよ、脱いだ。狭いとこ入るので、狭いとこね、ヘルメットかぶってできないので。あれも飾り6個やっちゃったもん。はい、やっちゃいました。あれ早いな。今笠木やってくれてるんですね。やっぱベテラン早いな。俺もベテランのはずなんだけど、おっせえな、仕事が。おかしいな。休憩。裏から虫がいっぱいいるから。マジで？見せてそれ。何？去年買ったやつ。使えねえな。お前今日賞味期限切れだ。いや、ないら。賞味期限切れてるわ。あんのかな、こういうのって。もう聞かねえよ、そんなの。賞味期限切れてら。賞味期限って食うもんじゃねえから。お前なんか飲んでる？飲んでる。熱中症になるよ。岩さん飲んでる？あ、やっぱね、水筒だよね。俺何も持ってないし、なんか来るよ。冷凍だから。何それ、また去年のか。いや、これは違うよ、これは。お前また去年のじゃねえらな。これは大丈夫、来年の1月。いらにゃいらにゃ、危にゃ危にゃ。なんか書いてあるじゃん。だからって書いてある。だからなんだよ。だからだよ。まだそのくだりやめようぜ。お昼。分かってる。はい、お昼です。
お昼タイムです。私はお弁当忘れました。弁当忘れたよ。なんで弁当忘れたの。くそ、玄関置いてきちゃった。じゃあ、あと午後はあと どうだ俺、いや、あのあっちの変な屋根、あと落下シーナーでこう拭いて回るようなとこってある。正面の柵。じゃあちょっと手間がかかりそうなのは外壁とチョコの絡みのとこが、あ、ブルーシート俺畳むわ。じゃ あ、 まだ、あ、これやったら窓は、うん、終わってます。先にこいつがさ、僕がこっちやるんでっていうのはなしだよ。もう一回聞いてみ。中分、自分なんかやったら、もしもあのホールとか、あれに切ることがあったら、あ、全部割れてます。もう全部、あの、寝落ちが、ここは若いのよ。それでいいですかって言われて終わんねやじゃん。岩さんがダメって言ったらダメだよ。ダメですか、岩さん。俺どうせやるだよ、最後のこんなゴミ掃除やれって言うだな。いや、親父は本当最後に一番大役が残ってるから、最後に一回一周回ってもらって、OK かどうか。OK? はいはいはい。この辺は擦れたやつで、これもね、やっていきます。あ、僕ですね、それ養生の取り残しです、ね、あ、本当だ、そんなにあっただはい、ここ、はい、ここタッチアップ、ここだ、これだ、ここね、ここね、外壁材でタッチアップしていきます。よし、でこんな感じで全体を見て回ります。まあそんなねないと思いますけど、はい、今度は焦げ茶か、各種タイプ焦げ茶の部分を上のね岩さんがやってくれるので、ちょっと見てみたいと思います。そんなにねやたら直すとこないんですけど、最後の最後ね爪をしっかりしないとダメなんで、いきなり完璧に養生剥がしたら完璧に仕上がるってことはねないので、これは腕がいいとか悪いんじゃなくて、これは必ず仕上げ作業っていうのはねありますので、あ、ね、僕が OK 出しても与田さんが OK 出してくんないんでね、終わんないんですよ。僕の現場なんだけどね、厳しいです。こだわり持って来てくれる応援さんっていうのは本当にありがたいですけど、僕がいいんじゃねえって言ってもねダメですって言うんでね、僕的には結構疲れますけどね、妥協しませんからね、僕以上に妥協しませんからね。同級生なんでね、意地張ってるのかもしれないですけどね、わかんないですけどね。予算も今日はそれ、ズボンは熱くないな、熱い、熱いもう脱ぎたい、ね、蒸してる。はい、今ね、もやきにあの外壁をね塗った時にどうしてもローラーがくるくる回るんでね、気をつけててもちょっと霧状でね飛ぶんですね。それを今ねタッチアップしてもらってます。今が上の外壁 OK だもんで、あ、了解です、うん、はい、3時のおやつです。で、セッションからもらったんですけどね、応援の予算ね、食べれる、あ、食べないか、夜お酒まずくなるからね。でね、3代目はね、フルーツが食べれないので、ということはね、これ私、これ3つ僕、私のもんです。私、甘党なんでね、いただきです。お前食えねえの、これ食えな、で、俺食っていい、いいぞ、うんうん。
い、仕上げ作業2日目もうペンキを使ってやるようなのほとんどないんですけど、いろいろ雨戸をしまったり掃除したり、最後爪をね落ち着いて、ね、ゆっくりやりたいと思います。仕上げ作業っていうとね、もう早くはやってね、早く上がりたいみたいにねやってしまうとダメになっちゃいます。せっかくずっといい感じで、ね、一生懸命仕事してきたのにパパって終わりにしちゃうと、全部が今までの苦労がダメになっちゃうのでね、また新しくまだ塗り残してたりペンキを飛ばしてたりっていうところを探しながら2日目やっていきたいと思います。そんなに家庭だ。そう、全部がこんな感じ。また昨日、うわすごい。コナンの CM に入る時の。ああ、わかるわかる。コナンの CM に入る時の。音。もう一回鳴るかな。え、何やらもう。小口よし、抜き手よし、雨戸よし、よし、よし、指差し大事だよ。火よしって言うな。いや。そう、地面についてしまったペンキたちを削ります。これとこ。これはね、自分ちがつけたやつなんで。これか。これガリガリするね。そうです。それではね、床の方をね掃除していきます。掃除の仕方としてね、こういったブロワーでこう拭きますよね。そうするとすごく掃除が早いんですけど、私的には絶対ダメです。まずしっかりこういったね、もっと大きいほうきもあるんですけど、できればペンキ屋なんでこういったラスター使って手で膝をついてね、こうやって手を汚して膝ついてまず集める。またブロワーでいきなり飛ばさない、ゴミを集める。そしてちりとりで拾う、ゴミ箱に捨てる。そしてもうほとんど取り終わったら最後にブロワーで、これが手順です。意外とね掃除ってすごく軽視されやすいんですけど、そうそうそう。あ、マジか。お前さ、おい、俺のチリトリリでけえじゃんか。俺これだぜ。俺これだぜ。おめえ、おめえなんだそれ。俺よりでけえじゃんか。俺これだぜ。おうおうおうおお。なんで帰ろうよ。こっちと帰ろうよ。え？そう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 、イエスイエス。あとは植木、
もう綺麗になったな。はい、これでね、下請けさんのエステー様の塗り替え工事が、ね、これで終わりました。こういう最後、爪が甘いと、ね、全てがダメになってしまいますよね。一生懸命やって、どれだけ丁寧な仕事をやってもね、最後のこの仕上げ作業っていうのをね、しっかりやらないと、全部信用なくしてしまうのでね、ここ大事ですね。この仕上げ作業、掃除、タッチアップ、そんなのはね、大事です。なのでね、なるべく2人で来た方がいいですね。2人で来ると、ね、4つの目でね、見て回りますのでね、やっぱ1人より2人で仕上げ作業はね、おすすめです。はい、これでね、仕事をくださった元請けさんに対して、そして元請けさんのお客様に対して、高橋留メイク弁当、この毎回ね、精一杯やらせてもらっております。そういうわけで、また高橋留メイク弁当、またよろしくお願いします。それでは今日はこれで終わります。また次の現場でお会いしましょう。さよなら。